なんか結構激しい雨が降る。先日のマイクロソフトカンファレンスで、当選した、ヘッドホン、ゼンハイザーのヘッドホンについて軽く開封紹介したいと思います。まあ、残念なお知らせから言うと、どうもこれは初代モデルモメンタム1というシリーズで、同僚が持ってたやつはモメンタム2最新版でした。まあ、オーバーヘッドタイプのヘッドホンで、ここが、なんか形状記憶系のクッションになってて、中に完全に耳が入るタイプの、ヘッドホンです。でもうこういう質感とか、ちょっとレトロな、デザイン感とか質感とかすごいかっこよくて、来る前からワクワクしてたんですけど、1はまずここが折りたためない、2はここが折りたためてこう収納して、コンパクトになって、持ち運べるんですけど、これは折りたたむ機構はないです。デザインはね、比較的1も2も似てて、で一番個人的にショックだったというか残念だなと思ったのは、このイヤーパッドの部分、これ形状記憶フォームみたいな、メモリーフォームみたいな素材だって言ったんですけど、2のやつの方がさらに改良されてて、耳当たりが全然明らかに良かったです。あと中のこの中の耳の中の空洞も2の方が、広めに設計されてて、見た目はあんまり分かんないんだけど中が広くて、かけ心地は明らかに2の方が良かった。レビュー見てると2は1の問題点を、一つ一つ改善して、非常に超完成度の高い高評価のヘッドホンになってたんですけど、1はそういう意味では、ちょっと改善するところが残っているという感じで、1も評価は高かったんですけど、このタイミングでくれるんだったら2が欲しかったっていう感じではあります。ただいまもう10時過ぎ回ったぐらいですけど、これから深夜便で羽田空港に向かいます。ちなみになんかセキュリティの人にお前 PC 何枚持ってんだって突っ込まれましたが、今回は iPad Pro と、レーザーブレードステルスと、Dellの XPS3 枚しか持ってませんよ。